隣接する小倉城天守閣から撮影した市役所庁舎旧戸端市役所北九州市役所は地方公共団体である北九州市の執行機関としての事務を行う施設である。なお、北九州市は政令指定都市であるため一般の市役所が取り扱う身近な窓口業務は7行政区の区役所が扱う。庁舎は本庁舎地区と小倉北区役所庁舎地区の2つに 分かれる。発足当初は、旧戸端市役所であったところの戸端区、役所旧本庁舎に市役所が置かれていたが、古い建物であった上に境外だったことから、谷一平市長政権下、現在地である小倉城のすぐそばに移すことを決め、1972年、春工。本庁舎は、地上15階、地下3階、西隣の議会棟は2階建てとなっている。 小倉北区役所庁舎は、当初は第二庁舎と呼ばれ、本庁舎から道路と勝山公園を挟んで南側に位置する。その後、室町にあった旧小倉北区役所敷地を含む一体の再開発計画により、区役所を移転することになったため、第二庁舎に隣接して第三庁舎を建設した。移転後、この二つの庁舎は区役所庁舎として一体化され、 同時に本庁舎との間で一部部局の移転が行われた。なお、本庁舎に入居していた消防局は2002年に独立庁舎移転している。屋上は無料展望室になっている。バスの場合、北九州市役所前バス停下車。バスの場合、小倉北区役所前バス停下車。西鉄バス北九州の場合、このバス停が始発終着となる路線がある。 2011年3月までは小倉駅バスセンターから100円周遊バスが運行されていた。ありがとうございます。